カニの商売、新見南吉。カニがいろいろ考えた挙句、床屋を始めました。カニの考えとしては大出来でありました。ところでカニは、床屋という商売は大変暇なものだな、と思いました。と申しますのは、一人もお客さんが来ないからであります。そこでカニの床屋さんは、ハサミを持って海っ端にやって行きました。そこにはタコが昼寝をしていました。もしもし、タコさん、とカニは呼びかけました。タコは目を覚まして、なんだ?と言いました。床屋ですが、ご用はありませんか?よくご覧よ。私の頭に毛があるかどうか。カニはタコの頭をよく見ました。なるほど、毛は一筋もなく、つるんこでありました。いくらカニが上手な床屋でも、毛のない頭を刈ることはできません。カニはそこで山へやって行きました。山にはタヌキが昼寝をしていました。もしもし、タヌキさん。タヌキは目を覚まして、なんだ、と言いました。床屋ですが、ご用はありませんか?タヌキはいたずらが好きな獣ですから、良くないことを考えました。よろしい、買ってもらおう。ところで、一つ約束してくれなきゃいけない。というのは、私の後で、私のお父さんの毛も買ってもらいたいのさ。へい、お安いご用です。そこで、カニの腕を振るう時が来ました。直近、直近、直近。ところが、カニというものはあまり大きなものではありません。カニと比べたら、タヌキはとんでもなく大きなものであります。その上、タヌキというものは、体中が毛むくじゃらであります。ですから、仕事はなかなかはかどりません。カニは口から泡を吹いて、一生懸命ハサミを使いました。そして三日かかって、やっとのこと仕事は終わりました。じゃ、約束だから、私のお父さんの毛も買ってくれたまえ。お父さんというのは、どのくらい大きな方ですか?あの山くらいあるかね。カニは面食らいました。そんなに大きくては、とても自分一人では間に合わぬと思いました。そこでカニは、自分の子供たちを皆床屋にしました。子供ばかりか、孫も彦も、生まれてくるカニは皆床屋にしました。それで私たちが道端に見受ける、ほんに小さなカニでさえも、ちゃんとハサミを持っています。